こんにちは、せいくんです。もう12月になりましたね。ですが、まだね、カマキリがね、採集できると思いますので、今日もカマキリロードの方で、カマキリ採集やっていこうと思います。カマキリロードの本気を見せてもらいましょう。それでは、やっていく！もう12月です。12月になったんですが、まあね、昆虫採集って実はね、12月になってもできるんですよ。で、今日はね、そのカマキリロードの方に来てるので、カマキリをメインでね、採集していこうかなと思います。セイタカアダシソウとかもね、もうこうやって、綿になってますけども。まあまあまあ、まだカマキリ取れるでしょ。カマキリってね、シーズンね、長いんですよ。でもね、カマキリより実は長いシーズンの昆虫があって、それはね、クワガタムシですね。クワガタムシは、本当にクワガタムシをガチでやってる人たちは一年中取りますからね。やばいですよ。冬とかは在割りしたりするし、春とかはもうクワガタ出てくるんで、出てきてるクワガタ捕まえたりするし、もちろん夏はクワガタのシーズンなんでクワガタ捕まえますけど、まあ秋もね、その生き残りのクワガタがいたり、二次発生のクワガタがいたりするんで、クワガタはね、逆にね、1年間を通してずっと取れるんですよね。まあそれに比べたらカマキリはね、あれですけども。まあでもカマキリもね、こうやって、1年間を通してサイクルがある越冬しない昆虫の中では、結構ね、長く見れる昆虫じゃないかなと思います。カマキリとかバッターは特に長いですね。セミとかはね、本当にシーズン短いですからね。頼む。カマキリロードの本気を見せてくれ、マジで。お前生きてるか？あ、死んでるな。ヒメクダマキモノキが死んでました。死んでんのか。よいしょ。マジか、死んでたか。生きてる昆虫いたと思ってめっちゃテンション上がったんやけどな、今。おい、待て、これさ。うわ、マジか。12月に出会えるとは思わんかったわ。ヒメカマキリのメスだね。え、ちょっと嬉しいな。寒いね。生きてる。12月にヒメカマキリ見れるのは超お得じゃない？どう？お前、寄生されてんのかな？どうなんだろう。ヒメカマキリはね、カマキリの中はでも珍しくて、こいつね、威嚇しないんですよ。そう、カマキリといえば威嚇ポーズが有名じゃないですか。じゃなくて、こいつらはですね、死んだふりするんですよね。うわー。そしてヒメカマキリはね、逃げる速度がね、すごく速いんですよ。その義肢、死んだふりをした後にピューンってね、逃げたりするんですけど、まあ寒きりゃね、そんなこともできやせんわな。お前は持って帰って僕が飼ってあげよう。寄生されてんのかな。寄生されなかったらワンチャン卵産んでくれるよね。さすがにこの時期のヒメカマキリで寄生されてる個体って少ないと思うから、ワンチャン寄生されてなければここから卵を産ませるように餌与えてすれば卵産んでくれるんじゃね。てか今日1匹目のカマキリがまさかヒメカマキリやとは思わんかったな。コカマキリとかオオカマキリとかその辺かなと思ってたんだけど、コカマキリとかはね、秋が終わり頃とかにメスがいっぱい出てくるんですけど、まあ、出てくるっていうかよく見られるようになるんだけど、ヒメカマキリとは思わんかったな。結構しかも君意外と元気やね、思ったより。やっとね、皆さん見てくださいよ、この可愛らしい形だけど、カマキリとしてのね、最強のフォルムを見失っていない。色合いがいいよね。褐色なんだけど、ここに緑のラインが入ってたりとかするのもいいよね。ヒメカマキリもね、緑色型っていうのがいるらしいんですよね。緑っぽいような色合いのやつがいたりするんで、それもいつか見てみたいよね。いいね、ヒメ。うわ、マジで最高。まさかこの時期にヒメカマキリのメスを見れるとは思いもせんかったわ。マジ寄生されてないことだけを願う。でも結構元気そうだからな、寄生されてたわけでもなさそうだけど、卵産んでくんねえかな。あと寄生虫入ってないことだけを願うのみだな。この子はお持ち帰りして飼育しようと思います。見てください、この辺ひっつき虫がもうボークみたいになってる。もうこんなところにね、入ったら最悪だよな。もう終わりよ、本当にこの世の終わり。こんなところに入ったら、ね、花の頃はね、こうやって黄色い花が咲いて可愛いのに、もうこいつらやる気満々すぎやろ。こういうのね、もう本当に爆弾ですから。でもね、友達とかにね、これね、突然投げつけるといいですよ。友達とかに後ろから突然ウェイーって投げつけるとね、
友達が苦しみますから、家とかで。あの嫌いな友達とかがいたら、これを後ろからね投げつけることをおすすめします。嫌いな友達は友達じゃないか。カマキリ死んでるね。あーまだギリギリ生きてんのか。ロードキルされてるね。でもこの子寄生されてんじゃないの。あ、やっぱりなんか3匹ぐらいできてるわ。この季節になってもハリガネムシの脅威は止まらないですね。この腹びろはこの辺に置いとこう。じゃあね、ハリガネムシがまだ入ってるから、それでハリガネムシが出ることによってカマキリが動いてるのかもね。ハリガネムシに寄生されたカマキリはハリガネムシに遺伝子レベルで操作されますからね。カマキリの石ではなくてハリガネムシの石でカマキリが動いてるのかも。結構路上を歩いてきたけど、いねえな、カマキリ。もしかしてもう、そういうこと？ 12 月に入ってて、カマキリの数激減したんかな？今日もね、最高気温がね、ギリ9度とかだった気がするから、寒いからね。まあじゃあとりあえず帰ってヒメカマキリの、飼育環境を作りましょうかね。はい、ということでね、こちら、ヒメカマキリ誘拐してきました。いや今日ね結構歩いたんですけど、この1匹しかね捕まえることができませんでした。まあでもこれはつまりね、もうヒメカマキリ1匹しかいなかったってことは、カマキリの時期が終わったってことですね。まあとりあえずこの子の飼育環境を作りましょうか。飼育環境は簡単で、このプリンカップに鉢底ネット切ったやつがねあるんで、僕ねこのプリンカップ使ってね、他のカマキリとかも飼育してるんで、その時に作った鉢底ネットをここに入れて、ちょっとなんかプワンプワンするな。まあいいんですよ、プワンプワン少しするのは。でヒメカマキリをこの中に入れよう。出ておいで、ここらしょ。よし、おい出てこい出てこい。出てきました。ちっちゃいねー、マジで。こう見るともしかしたらね、この時期まで生きてる個体なので、寄生されてない可能性全然あるんですよね。なので、とりあえずこの暖かい部屋に置いといて、元気というものをしてもらってから、餌を与えてみようと思います。多分今餌を与えてでもね、食べるとかそんなんじゃなくてね、寒さの方で飼ってると思うんで、ここに入れてあげて、はい、入ってみー。でももしかしたらこの子は寄生されてないかもね。やっぱりね、寄生されてるカマキリって、威嚇したりとか、擬死、その死んだふりとかをね、よくすると思うんですよね。ヒメカマキリもね、そのね、傾向が強くて、ヒメカマキリも寄生されてる個体は捕まえようとするとすぐひっくり返って死んだふりするんですよ。こんな風なちょっと画像があるんですけど、こんな風に死んだふりするんですよ。でもこの子ね、なかなかしないんですよね。まあそのもしかして僕がその12月の今採集した個体だから弱ってるってのもあるとは思うんですが、そこを含めてもね、あまりにも擬死使わないなと思って、よく考えたらね、確かに寄生されてないヒメカマキリあんま擬死しないんですよ。で、ハラビロカマキリとかも、寄生されてるやつはめっちゃ威嚇するけど、寄生されてないやつは全然威嚇してこないんですよね。だからやっぱなんかその辺が、やっぱ生存戦略としてなんかあるのかもしれませんね。やっぱりそのハリガネムシはカマキリの DNA をパクってね、そこで自分の DNA にしてるみたいなんで、それはなんか、もしかしたら関係性があるかもしれないですね。関係性があるかどうかは僕はちょっとまだ定かじゃないんですけど、あ、ちょ、水だけあげようか。霧吹きだけファーっと吹いてあげて。カマキリはね、すごく水飲みますからね。水だけ拭いてあげて、冬場は乾燥するしね。で、これ閉めて。で、こんな感じで飼育環境を作ってあげたんで、このまま飼育しておこうと思います。この子がもし卵産んだりしたらね、その時はまた動画にしようと思います。でだよ！まあ、こんな感じでね、カマキリとかの個体数が減ってきて、まあ、いよいよね、冬だよなーってなったじゃないですか。こうなったら、僕の住んでる地域はね、次なる昆虫がですね、主人公になってくるわけです。この次なる昆虫っていうのは、この前高速道路に行って頑張って採集しようとしたけど採集できなかったウスタビガっていうガですね。でこのガね、街灯とかに寄ってくるんですよ。コンビニの明かりとか自動販売機の明かりとか、その普通の光にね。でこのガが寄ってくる、ガがライトに寄ってくるってことは、ライトトラップをすればこのウスタビガっていうガが取れるかもしれないんですよね。なのでまたね、今度ライトトラップをしに行こうと思います。冬のね、昆虫はそれはそれでいるんですよ。だからそちらもね、採集していこうかなと思います。まあ、取れるかどうかわかんないけどね、頑張ってやっていきます。僕はこんな感じで昆虫採集メインでいろんな動画投稿しております。よかったらこの動画、感想、コメントとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんもね、12月の昆虫もね、採集しに行きましょう。それじゃあ、バイバーイ。